日はっしょいということで、今日もやってまいりましたけれども、お前やる気ある、はい、あるあるある。ということでですね、はい、今日は、はい、実は、はい、私、辛いものがそんなに得意ではないということで。そうですね、はい、はい。東京の、はい、何ですか今日は。辛いラーメン5選、はい、東京の辛いラーメン5選をやっていこうと思うのですが、はい、私がそんなに得意ではないので、はい、ここは一生後輩のカズにバトンタッチいたしまして、はい、カズから紹介していただきたいと思いますんで。了解しました。早速やってってもらいたいと思うんですけれども、はい、カズは辛いの結構ね得意だもんね。すっごい得意ではないですけど、好きだよね、はい、そうだよね、はい、そんなカズが紹介する5選、はい、めちゃめちゃ楽しみです。正直ちょっとハードル上げないで。いやいや、まだまだですね。我々2人は駆け出しの YouTuber なんで、ぜひですねチャンネル登録をして応援していただきたいと思いますんで、よろしくお願いします。東京の辛いラーメン店の紹介です。はい、こんにちラーメン。あの中田さんのエクサリームとラーメン。こんにちラーメン。やめようカズ、これは恥ずかしい俺。多分ちょっとコメントいただきたいですけど、PPP、うん、と今のとどっちが恥ずかしいか、うん、いいよ、ぜひコメントお願いいたします。じゃあ行きますよ。はい、1軒目。はい、お願いします。1軒目は皆さん人生で一度は絶対に行ったことがあるんじゃないかという蒙古タンメン中本さんの上板橋本店です。おお、はい、なるほど。まあ言わずと知れた、うん、まあ辛いラーメン界のもう王者じゃないですか多分。確かに。で場所はこれ上板橋ですね、うん、のなんと2階なんですよ。そこがすごいよね。すごいですよね。2階っすよ本店が。2階にやる勇気ないわ。ないないない。上板橋駅北口から徒歩1分、うん、まあ、はい、すごい駅から近いんで誰でも行ける、うん、なるほど。あのセブンイレブンさんでももう一番取りやすいところに、うん、とんでもなくいっぱい積んであるから、うん、あれすごいよね。すごいと思いましたね。あの売り上げだけでどれだけいってんだろうと思うもんね。中本さん創業はですね、うんうん、先代の、まあ、創業者の方が、うん、中本さんね、中本さんが1968年、昭和43年に創業なさって、うん、でその当時は激辛とかそういうジャンルではなくて、うん、いわゆる中華屋さんみたいなお店をやってたっていうふうに聞いてます。なるほど。でその後ご高齢か、体調不良かで先代がもう引退なさる、うん、でその時に今の白根誠さんが大ファンだと。なるほど。通われてて、うん、でこの味を食べられなくなってしまうのは、うん、これはいけないと。なので先代の社長さんにお願いして、うん、ぜひ作り方を教えてください、うん、で最初断られたそうなんですね。でもそこで諦めずにお願いし続けて、うん、で先代の社長さんもいいよと。なるほど。で1年間修行なさって、うん、それで引き継がれたっていう。そんな歴史があるんだ。はい、すごいですよね。詳しいね。いや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 、ガサツです。ガサツ、いやいや、ガサツです。で今やもう国、うん、内18店舗ですからね。すごいですよね。すごいね。言わずと知れた、まあ、北極、蒙古タンメンと、うん、このやっぱ2大看板ですよね、うん、はいはいはい、自分のお店が吉祥寺にあった頃に、うん、お店終わって24時ぐらいですね、うん、どこもあんまりいまいち空いてないんですけども、うん、中本さんは1時か2時ぐらいまでやってて、よく食べに行ったんですよ。あ、そうなんだ。だからなんかちょっと青春っていうか、なるほど、青春の味にもなってんだね。中本さんといえば今では、はい、辛いラーメンのもう代名詞になるぐらいの有名店にもなってるもんね。でまたさ、はい、白根さんもさ、まあ豪快な方だよね本当に。俺も朝礼も見たことあるし、はい、白根さんちょっと他でも何回か別の場所でお会いしたことあるんだけど、はい、まあ豪快な方。朝礼どんな感じなんですか。優しい、めっちゃ気合入ってる。半端でに。そうなんですか。味とあの気合が連想されるような、そう、素晴らしい朝礼ですよ。なるほど。そうそう。じゃあ1軒目は蒙古タンメン中本さんの上板橋本店でした。はい、では2軒目は、はい、からしびき味噌ラーメンの喜観坊さんです。おお。いや辛いとしびれる、うん、なるほど。多分しびれるって今先輩のお店もそうですけど、うん、結構あのやってるところあると思うんですけど、多分その当時、うん、しびれる系はここぐらいだったんじゃないかなと思うんですけど。確かにしびれ系ってね結構好み分かれるからね。分かれますよね。分かれる。苦手な人と好きな人でバシッと分かれますよね。あーラーメン食べながらさ、はい、なんか電流椅子みたいな感じでビーッみたいな。そういうしびれるじゃない。そういうしびれるじゃない。そういうんじゃない。でここは、うん、創業が2009年です、ね、はいはいはい、でなんと神田本店、はい、池袋で、あと
台湾に3店舗、香港に2店舗。そんな増えたの？そうなんですよ。すごいね。で、店主の方はもともとは武蔵さん出身なんですね。麺屋武蔵さん。そうなんだ。そう、だからちょっと看板とかが武蔵さんに似てるんだ。ぽいっすよね。武蔵さんで10年間やられて、でその後に独立なさってるんですけど、しかも独立1店舗目ですよ、うん、1店舗目でたまたま武蔵さんのドキュメンタリーみたいな番組を撮るって言って、うん、テレビ局さんが入って、うん、でちょうど同じ時期に武蔵さんに三浦さんって店主の方なんですけど、うん、三浦さんが入社した時に、うん、同期入社の方が今社長さん、武蔵さんに残る八つ木さんと、うん、武蔵さんから出て独立する三浦さん、おで2人の何ですか今みたいなのを撮るドキュメンタリーが1店舗目のオープンの時に入って、すごいね。でまあ、ここは、唐辛子の辛さと山椒のしびれ、うん、抜き少なめ普通増し鬼増しでレベルを変えられる。でこの店主の三浦さんなんですけど、もともと麺屋武蔵さんで修行なす、修行というかまあ10年間勤める前は、うん、なんと、うん、スキューバダイビングの講師。講師？はい、専門学校行かれてて、その後先生やられてた。すごいね。その前はオーストラリアに何年か行かれてて、だから海外店舗出されてるっていうのもやっぱ海外感覚が、そっか、はい、その時のあれであるんだね、感覚が、はい、なるほどねと思います。でこの方、うん、ご実家が月島、うん、ほうで、なんと、もんじゃ焼き屋さんを営まれてたよ、っていうか、そのもんじゃ焼き屋さん行ってみたいね。そうですね、うん、そうですね、しびれるのかなみたいな。ちょっと今、まだやられてるのかどうかちょっと分かんないですけど。ああ、そうなんだ、はいはい、では3軒目、はい、3軒目は、ほう、湯島にあります我が地元、はい、アウンさんでございます。なるほど、はい、まあ、ここも、うん、もう老舗っすよね、うん、辛いものといえば。そうだね。で創業がですね2007年、うん、今だと湯島、ね、はい、あと浅草、え知らないですよね。で丸の内切って、えで北浦和、すごいね、4店舗。本当に知らなかったですよね。知らない。やっぱ辛いものって熱烈なファンが、確かに癖になるもんね、うん、でここ特徴はですね、うん、まあここも機関坊さんと一緒で辛いとしびれなんですけど、うんうんうん、九州の生薬と香辛料からじっくりと時間をかけて生み出したパンチの効いた香りのラー油。なんか読んでる？読んでます。なんか読んでる感満載の今なんか感じだったけど。であと山椒は花山椒ですね、うん、花山椒の一番外側が特に香りが強いため、はい、外側だけを使用してるっていうふうにホームページに書いてありました。お前ふざけんなよお前。ホームページ見たら誰でも得られる情報じゃねえかよお前。辛さとしびれは6段階、うん、俺実はあそこオープンの頃から言ってたのよ、はい、あ、そうなんですか。そう、よく店主の方とお話しさせていただいてた。あ、そうなんですか。そう、だけどなんかいつの間にか店主の方いなくなっちゃって、はい、店を売却されて今別の方が引き継いでるのか、なるほど、それとも店主の方今もう経営側に回って現場に出られなくなったのかっていうのがどっちなのかちょっと分かんないんだけどね、はい、実は今カウンターしかないじゃん吉本店、はい、だけど後ろにテーブル席があったの。いつの間にかテーブル席がなくなったの。へえ。多分その頃に店主の方がもしかしたら変わって新しい方がオペレーション重視されてそのテーブル席とかをやめたのかなとかってちょっとまあこれは想像の、ね、なるほど、名前言っちゃってバトンタッチしたいな。ということで、はい、3軒目は四川担々麺のアン湯島本店さんでした。はい、4軒目、おい、4軒目は新宿歌舞伎町にありますおよ利尻さんです。おお、来たね。俺これ行ったことあるよ。ここも歴史のあるところなんですけど、うんうんうん、一番最初の創業は、はいはい、昭和44年、なるほど、亀吉さんっていう名前で始められて、うん、でそこから昭和52年に利尻さんに変わった、うん、なるほど。でこの利尻さん、うん、まず営業時間が、うん、夜の夕方の6時半から明け方の5時までっていう、すごい営業時間だね。すごいですよね、まあ、歌舞伎町ならではだね、確かに、はい、うん、で、まあ、メニューなんですけども、うん、もう言わずと知れた、うん、オロチョンラーメン。そう、これがね、うん、美味しいって言うよね。すっぽんのエキスで、うん、あ、すっぽんが入ってるの。なんかすっぽんから取られてるって、もう店のあのあれに。そうなんだ、やっぱ歌舞伎町だからかな。でしかももう、うん、オロちゃんラーメンっていう言葉で商標登録が取れてるぐらい、え、
そうなんですよ。マジじゃあオロチョラーメンってことは使えないんだ。使えないで、ここもあの辛さを選べるんですけど、うん、4分の1、2分の1、普通、2、4、6、9かな。ちょっと待って、2、4、6ってきたら普通8だよ。違った、4分の1、2分の1、1、うん、3、6、9だ。だよね、3、6、9。2、4、6、9ってお前、普通ないよ。シングル、ダブル、トリプルみたいなのが、はい、はい、分かりました。でものすごく激辛なわけじゃないんですけども、うん、やっぱりどっちかというと美味しいラーメンですよね。スッポンの出汁が効いた美味しいラーメンでピーマンが入ってるんですよ。でラーメンにピーマンってちょっと、うん、不思議じゃないですか。生生炒めてないの。生それピーマンじゃなくてあれじゃないの、ハバネラとか唐辛子じゃないの。ピーマンなんですよ。それなんかでもピーマンの苦味が何ですかね、合うの。うまかったですよ。面白いね。あでもそれ辛さ少なめにできるんだったら俺行ってみたいわ。ピーマンが入ったラーメンってなかなか聞かないもんね。ないですよね、うん、ちょっと新宿なんで、うん、今はどうしてもあれかもしれないですけど、うん、でもまあずっと残っていくだろうなっていうお店だと自分は思います。そうだね。4軒目は新宿の歌舞伎町のリシリさんでした。はい、はい、ありがとうございます。最後の5軒目、おー来た。5軒目はですね、はい、荻窪にありますビンギリさんでございます。ビンギリさん、ビンギリさん知らねえな。勝浦担々麺。ああ、はい、ね、結構勉強してんねえかも。いや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 。で、ここは創業は2011年ですね、うん、なるほど。2011年に創業、はい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 、去年一昨年ぐらいに、うん、札幌一番さん、はい、でカップラーメンが出てるぐらいですから。うーでしかもですよ、しかも、うん、しかも営業時間が12時から2時半、うん、長いね。2時間です。あ、夜中の2時半じゃなくて12時から昼の12時から14時半です。なかなかのハードルの高さだね。なかなか。で一応今後夜営業も始めるかもって噂が出てます。かも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 、 かも、ね、うん、でなんでそんな時間帯なのかって、うん、一応ちょっと調べたんですけど、これ定かじゃないんですけど、もともと店主の方が、うん、鈴木さんって方なんですけど、うん、千葉県勝浦出身の鈴木さんが製麺所の大成食品さんっていうところに勤められてて、ほう、でそっからの独立なんですけども、ビンギリさん営業なさってから、うん、その製麺所の工場に働きに行ってたっていう噂も出てます。ラーメンの特徴なんですけども、うん、まあ、言わずと知れた桂担々麺なんですけども、うん、まあ、ビジュアルが、うん、ここはニラとラー油もあります、山椒もあります。おそうで、ここも行列必至店なんで、うん、なかなか時間も短いんで、うん、ハードルがめちゃくちゃ高い。なるほどね。はい、でね、そもそもさ、はい、勝浦担々麺の店なんでしょ、はい、がベースになったでしょ、はい、勝浦担々麺っていうのはどんなラーメンなのか。そもそもですね、うん、まあ、勝浦って漁師町なんですか。なんで海女さんですとか、うん、あと漁師の方が、うん、やっぱ冬は寒いよ寒いよはいはい、はい、っていう時に、うん、まあ、ベースは醤油ラーメンにラー油がいっぱい乗ってますと、うん、要はその寒い外で仕事してきた方を温めてくれるためのラーメンとして、そういうことです。ご当地に根付いたご当地ラーメンだと。ご当地ラーメン。なるほど。ちょっと瓶切りってちょっと、うん、さんってあの店名が独特じゃないですか、はいはいはい、でこれは、ね、うん、店主の鈴木さんのお父様が瓶切りっていう、うん、居酒屋さんを営む。そうなんだ。あの勝浦 で、 なるほど。でそこから来てるっていう風に言われてます、ね、だから勝浦担々ベースなの、東京なのにね。そうです。なるほど。それだとなんか納得っていうか、はい、しっくりくるね。そういうことなんです。なるほど、よくわかりました、はいはいはい、ということで5軒目は荻窪にありますビンギリさんでした。はい、本日はですね、一生後輩の数から紹介させていただきましたけれども、はい、ぜひですね、ここまでご覧いただいて、カズのべしゃりが良かったとか、それからまあ参考になったとか言ってみようと思った方、ぜひですね、チャンネル登録、コメントの方をいただいて応援していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。本日は東京の辛いラーメン屋さん5選でした。ありがとうございます。